愛機の霊戦に撃墜数を記録する日本軍の飛行士日本軍の霊戦を撃墜するアメリカ軍を描いた撃墜は飛行中の航空機を攻撃し墜落もしくは不時着に至らせること大きな損傷を与えながらも墜落に至らなかった場合は撃破と表現される戦闘の当事者同士が用いる場合敵機を落とした場合は撃墜 撃墜する、味方が落とされた場合は、非撃墜、撃墜されると表現される。戦争状態にある場合、ある国にとって、交戦相手国内しその同盟国に所属する、軍用機内し民間機を撃墜する場合がある。ただし、戦時国際法では、慣習的に空戦放棄があるとされ、非軍用機は交戦権が認められず、どのような敵対行為も禁止されている。また、 戦争ではなくても内戦状態にある場合、ゲリラないしテロリストが航空機を撃ち対空ミサイルなどで撃墜することも少なくない。特殊な霊撃墜の定義次第では見解が分かれる可能性もあるが、空対空戦闘用の武器を一切持っていない航空機が敵機を撃墜するという例も存在する。実際にあったものとして湾岸戦争において、 アメリカの EF-111 がイラクのミラージュ F-1 に見つかり攻撃の回避と離脱を図り地形追随飛行を行っていた際にその能力を持たないミラージュ F-1 は追跡に失敗して地面に激突している。これはマニューバーキルという形で EF-111 による公式な戦果として扱われている。軍事訓練の際に誤って 仮想的機として飛行していたり、標的を栄光していたりした航空機を誤射刺激追する場合である。このような事例は滅多に発生していないが、1995年11月22日に日本海沖訓練空域で悪夢訓練中の航空自衛隊小松基地第303飛行隊所属の F-15J が誤って仇役の F-15J に向けて、 AIM-9 サイドワインダーミサイルを誤射してしまい、仇役の F-15J が誤撃墜される事故が発生した。これは自衛隊が初めて撃墜した有人航空機かつ全 F-15 で唯一空対空戦闘で撃墜された記録でもある。翌年1996年6月4日にはリムパック96に派遣されていた護衛艦。 遊戯りがアメリカ海軍の標的栄光機 A-6 イントルーダーを CIWS で撃墜する事故が発生している。上記の2つの事故では乗員は無事救助されている。領空侵犯とは一国の領空に他国の航空機が許可なく侵入することであるが、これを受けて警告射撃や強制着陸、撃墜などの対抗措置が講じられる。 相手が非武装の民間機の場合、撃墜を観行した国は国際的な非難を浴びることになる。例えば、1983年にソビエト連邦がカラフト上空を飛行していたボーイング747を撃墜した大海航空機撃墜事件において自国民が犠牲となった韓国、日本、アメリカなどの西側諸国では政府による公式な抗議だけでなく、 ソ連製品の不買運動など市民による抗議運動が起こった。アメリカではソ連の国営航空会社であるアエロフロート航空機の乗り入れが無期限停止となった。また戦闘地域に派遣されていた軍艦による民間機撃墜の例もある。1988年のイラン航空655便撃墜事件ではホルムズ海峡に派遣されていたアメリカ海軍のミサイル巡洋艦、 ヴィンセンスがイラン航空のエアバス A300 バイト2を戦闘機と誤認しミサイルで撃墜し国際問題となった。報道では自国の軍隊が敵機を攻撃により墜落せしめたことを派手に形容したもの。したがって戦果を上げた時には使われたが味方機が落とされた時には決して用いず、大本営発表では未機関、自爆などと表現された。転じて。 異性を口説き落とすことなど、日常生活での、戦果を意味するスラング。ありがとうございます。